下のベルトが下の方なのでここじゃない。あ、ショールームのワード間違えたかな。前のすぐ来た。そう、明日のお話し会楽しみね。今日はね、いっぱい食べた、いろいろ。ポンピョンと慣れちゃう。そう、テレ東さんのお仕事でした。テレ東さんのロケ中、休憩です。今そう忙しそう、スタッフさんも。そう、今日も撮影の合間。そうです、よしみつさん、ありがとう。ありくま。よしみつさん、ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。よしみつさん。明日のオンラインお話し会、来てくれるかな。嬉しい、そう言ってくれて。落ち込んでたんだ。昨日は何時に家帰れた？結構遅かったです。でもまあ大丈夫、全然。そう、済ませて楽しかった。お、嬉しい、よかった。
ンの音だ、すごい。申し訳ない。そう、私が配信してるからみんなが静かにしてくれてるの。申し訳ない、申し訳ないです。してる。なんかね、今日はもうやっぱ一日中撮影してたから前髪もしっかりしてます。これこの衣装すごい。これはね、誰だっけ、クロスちゃんの、あ、クロスちゃん誰だっけ、今日です。そうなの、なんだっけ、そう、パパムスの TikTok もいっぱい撮りましたよ。これから乗ると思う、楽しみに。TVerで上位だったね、嬉しい。
そう、いっぱい見てもらえて嬉しいです。やっぱコウメちゃんとパパとケンタ先輩が注目ではあるんですけど、でもぜひりっちゃんもしっかり見てほしいなって思います。りっちゃん、そう、りっちゃんも見てね。私の一番かわ、あ、私の一番可愛いところね。ちょっと待ってね。できたらいいけどって感じ。時間次第です。 TVer 見てたら広告でポムス出てきて、ゆいちゃんいた。嬉しい。
にちっちゃいんだよね。耳ちっちゃい。少しだけ入れると美味しいですよ。そう。あとね、韓国の大餃子っていうのも美味しいよ、冷凍の。韓国の大餃子、冷凍のやつ。そう。え、餃子白菜？してない。浜松餃子、まあ、すごい大きい餃子も好き。なんか食べに行ったことないけど、それこそパパ娘の愛ちゃん、飯沼愛ちゃん、こうめちゃんと餃子食べに行こうって話してます。美味しい餃子屋さん教えてください。
男将、スコ将もいますよね、スコ将。でも私はね、酢醤油、酢が多めで醤油少し。ピザのイメージがある、うん、マリアちゃんも餃子好きなんだ。まあ餃子好きな人多いよね。餃子配信いいね。ただキッチンでやんないとね、黙々が壁に張り付いちゃうよね。初めての連ドラ、外での連ドラなので
まあ、まだまだな部分はたくさんあるんですけど、ほぼ初めての演技ということでね、そういうでも勉強になったのでね、ぜひ見てほしい。1枚の写真にしてくれたりして、それをインスタのメッセージで送ってくれたりとか、そうすごくね可愛くて保存してます、ちゃんと見てます。みんなのね、特に女の子かな、女の子とかが可愛く写真をねよく加工してくれたりとか、いろんな写真、歌番組とかさ、ドラマとか出た時に写真を可愛くこういろいろ組み合わせてくれてるのを見てて、そういつもそれが嬉しくて保存してるの。だからまたぜひしてください。そう、恋に無駄口の聖地巡りね、嬉しい、してくれて。学校、その恋に無駄口のね学校ね、マジムリ学園の学校だったので、だからねすごい本当に感動してました。一人でわまたマジムリの場所に戻ってきたって、そう本当にすごいの。ぜひその見返してほしい。あ、これマジムリで出てきたなとか。だから私はその恋に無駄口のお昼タイム、ご飯休憩の時とか一人で外行って、マジムリの懐かしい場所に行って、お部屋その中で一人でご飯食べてました。懐かしいなって思いながらでね、その恋に無駄口もその学校だけじゃなく違う学校に行ったりとか、いろんな場所で撮影したんですけど、一番最初もそのマジムリと同じ学校で、一番最後もまたマジムリと同じ学校でクランクアップしたんですよ。ちょっと待ってね、で学校とマジムリ学園と同じ場所での撮影で、一番最初と一番最後どっちも同じ学校、マジムリと同じ学校で撮影したんですよ。
そう、すごい、それがね、偶然すぎて一人で感動してました。そう、無駄口のね、クランクアップも無駄口のクランクアップも一番最でできました。そうそう、大丈夫、みんなありがとう、すごい偶然。恋に無駄口、そうだね、そう、うん、そうなの、嬉しかったって話、一人で感動してたって話でね、恋に無駄口が終わって、でそのクランクアップしましたみたいな写真、あの紙がね置いてあったんですけど、それが学校に置いたままになってて、で AKB のドラマ、光 TV でのドラマとかもそこの学校で撮ったみたいで、そうだから、その無駄口の紙がね貼ってあったらしい。そう、よく使われるところ。そうなの。そう、でもね、その学校はもう思い出が深いです。とっても縁がある。そう。ちょっとね、止め止めだったからみんな分かりづらかったかな。大丈夫。そう。パワースポット。そう、パワースポット。うん、ある意味パワースポット、うん、よく使われる学校なのかもね。そう、忙しそうなスタッフさんね、みんなね、ちょっと大変そうです。でも、そうバタバタ、まあいっぱいいますからね。袖フリフリ、あ、確かに袖フリフリだ、うん、あとなんだろう、なんだろうな、あ、なんだろう、あとなんか話ある、思い出話あるかな。何分まで、8時前までやります。1時間できたらいいな、このまま。そう、あとなんだろう、名物、名物、あ、いろいろ食べたよ。たこ焼きとかたい焼きとかコーヒーとか、アイスコーヒー飲んだ、美味しかった。コーヒー好きなんですよ。そう、そうなの、今季は、ん？コロナになった？気をつけて、お大事にです。大阪じゃない、今日も帰り、そうね、早くはなさそう、いろいろこと、いろいろと満喫、そう、満喫はできた。暑いからね、ちょっと大変だったけど、日焼けしてないといいな。あ、恋に無駄口のね、出てきたあのお団子あったじゃないですか、みたらし団子、あれはトッポギなんですよ。トッポギを切ってみたらし風にしてて、あれ監督が京都の人で、だから京都のお団子を表現したかったらしくて、
ちょっと変わった横の丸じゃなくて、こうちょっと横の形した、こういう形したお団子だった。そうなの、トッポギなのあれ。そうそう、もうさ、なの、ムダム、ムダムのなんだろう、シロ、シロっていう役の子がいたんですけど、男の子。そう、あの子はもうずっとスイーツ大好き系男子っていう役だったから、ずっと食べてたやっぱ大変だよ、美味しいけどね、大変だよね、それも。うん、美味しいけどね。そうなの、いっぱいありました。だからトッポギが、トッポギのみたらしバージョン。太りそう。でもそれ以外のね、食事をちょっと抑えてれば、本当のお弁当とか、私だったらそうするかな。撮影で食べるならのお弁当とかはもうほとんど抑えて、撮影はしっかり食べるみたいな。ムダ部の4人も好きだったね。ムダ部の4人もさ、すっごいみんな仲良くて、そう、見て、みんな見てくれたかな。ムダ部ち、ムダ部の男子もすごい仲が良くてさ、なんか私女の子たちとでも一緒になる機会そんな多くなくて、そこがねちょっと心残り、そこ、うん、もうちょっといっぱいいたかったなって感じだけど。そう、でもみんなとね、女の子たちとは LINE 交換しました。まだご飯行けてないけど、本当は行こうってなったけど、あのスケジュール合わなくて行けてなくて。そう、楽しみにしててください。リツコすごいテンションが高くってマイペースな役なんですよ、パパムスのリツコ役。そう、テンション
ション高くてマイペースですごい今どきな子なんですけど、そうやっぱね、なるべくもう私小栗有以を忘れて見てほしいと思ってもちろん演技してるので、ぜひ中山律子として見てくれたらなと思います。ねえ、なんかいろんな役やりたいな。可愛くて明るい役も好きだけど、ちょっとこう教祖の娘のああいう役も、まあ、変わってていいなと思ったし、あの主人公のちょっとミステリーな何考えてるか分かんないみたいな役もいいなって思います。興味ある。そう、コウメの役も可愛いよね。難しそうだけど、お父さんと入れ替わるっていうのもやってみたい。そうそう、多め、自分だったらってちょっと考えて想像する。もうそう、一番律子だけど、うん、ね、そうだね、いっぱいドラマとか見て、うん、勉強します。そう、嬉しい。そうなの、学生の役いっぱいしたいってすごい思ってて、だから、うん、できて嬉しいです。今のうちにね、やりたいな。もうちょっと頑張りたいな。でもせっかくこう演技させていただくからには、そう、ちゃんと成長できてるように頑張るので、ぜひ見てください。私一人じゃない。そうだね、研究員、おー、いいね。演技は独学です。やっぱこう教えてももらえないので。刑事役 CA さんね、うんうん、ヤギちゃんはいない。AD おぐり、そうだね、 AD おぐり、AD おぐりにこの間あの温泉はやったので、ロケ地巡りはどう？孤独のグルメみたいな温泉はもうみんなもうお腹いっぱいでしょ。温泉はだからグルメ旅、ソウルフードとかね、食べてみたいんですよね。そう、有名なご飯じゃなくてソウルフード。ひーちゃん演技のレッスンね、なんか聞いたことある。そうだよね、演技のレッスンね、いろんな役してるの嬉しいよね、本当に。でも共演者の方からこうお話聞いたりとか実際できるから、それはすごい力、ためになります。うん、そうなの。でもいろんなやっぱこう数をこう重、いろいろやらせていただくことで、どんどんアイドルもそうだったけど、いっぱいステージ立って
成長できたし、いろいろ学べたから、こう、まあそんなチャンスって多くないけど、ドラマとかもたくさん、なんだろう、まあ、一つ一つ大切にして、こう少しずつ数をやらせていただけるように頑張って、でその中でいっぱい吸収していけたらなって思います。ね、そう、突破ファイルみたいなドラマ、うん、好きです。もちろん演技が好き。そう、そうですね。教祖の娘も良かった。嬉しい。本校はね、本校はいいな。ありますよ。あります、あります、うん、難しいですもん、うん、やっぱでもね、りっちゃんとか、そう、こう逆にね、普通の役こそ難しいです。普通の女の子、普通に明るい子こそ難しいなって思いました。うん、普通が難しい。これ前も言ったねこれ前も言った。そう、台本ね、台本もね、慣れですね。 AKB の立ち位置と一緒で、覚えるのも慣れですね。何事もやっぱいっぱいいろんな場所に行って、いろんな方と関わって、でそこでやっぱその場の雰囲気だったり、なんか、あ、こうするんだっていうのを学べるので、うん、やっぱ経験ですね。経験が、そう、経験大事。経験はね、ありがたいことに約8年9年やらせていただいてるけど、演技はまだ卵で、ほぼ卵状態だから、そう、だからね、頑張りたいです。ひよことなって、卒業しないでね。うん、アイドルも大好きなので、アイドルは基本でやりつつってことって感じです。そう、いやいや、台本に自分で書き込み情熱大陸撮ってます。面白い。書き込みする、うん、そう、女優オグリのコーナーはちょっとね、あれはもうね、バラエティーですねそう、あれは逆に本気でやるのがちょっと恥ずかしいぐらい、あれはもうボケですからね。でもなんか、あっぱれのラジオで天丼とか覚えました。
天丼やってますもん。ザコシさんとクッキーさんは、特にザコシさん、ザコシショーは一回笑ったらそれを何度も繰り返して天丼をします。そう、すごいなと思う。ザコシさんはね、本当に笑顔が素敵で、ザコシさんが笑ってるとなんか、ザコシさんとかクッキーさん二人ともよく笑うから、二人が笑うとすごい元気になるし、そう、ハッピーな気持ちになる。クッキーさんもね、うん、ザコシさんもいろんなネタがありすぎて、誇張モノマネがありすぎて、すごい。南川さんはあれだよね、あの痛さに耐えられるやつ、システマすごい。システマってね、この間ラジオで聞いたけど、本当にあれ大丈夫なん、痛くないんですかって聞いたら、痛くないって言ってた。すごい。次のシングルまで持ち越し。そっか、私がお休みだったからかな。そっかそっか、次の時待ってます。松葉、まつげ綺麗、嬉しい。出てね、ありがとう。西は終わった。いや、ピアス開けないと思う。え、うん、開けないけど興味はあるよ。あの可愛い、いやでも私ピアスとかまずつけないからな、イヤリングとか開けないかも。確かに普段アクセサリー、イヤリングはあんまつけなくて、ネックレスをつけます。
ネックレスなんかゲットしたいな。そう、イヤリングはねいいなって思うけど、あんまり似合うか不安で。そう、ネックレスとかなんかいいよね。そう、じゃあそろそろ順位を読みたいと思います。13位、ピロ、ありがとうございます。ピロ。12位、日野藤さん、ありがとうございます。11位、菊五郎さん、ありがとうございます。10位、吉文さん、ありがとうございます。9位、かずあきアットマークゆいよしさん、ありがとうございます。8位、ジャックさん、ありがとうございます。7位マットさん、ありがとうございます。6位東京のスワンさん、ありがとうございます。5位グッさん、ありがとうグッさん。4位風と海とさん、ありがとうございます。風と海とさん。3位コリンさん、ありがとうございます。コリンさん。2位トシトシさん、ありがとうございます。トシトシさん。そして1位は吉光さん、ありがとう吉光さん。ということで皆さん、とりあえずありがとうございました。あとまあ1時間できると、約1時間できるかもしれないので、またこの後収録、お仕事終わったらできたらします。お日様よろしくお願いします。ありがとう。